2016サマーアクションシリーズ最終戦の 7.23 博多スターレーン大会では、宮原健人と秋山純が激突する三冠ヘビー級選手権、王者組岡林関本の大日本コンビニザ・ビッグガンズが挑む世界タッグ選手権の2大タイトルマッチがラインナップ。 7.30 千葉エクストラドリーム11ブルーフィールド大会、宮原滝沢 VS ゼウス・マシモの注目タッグ対決が実現。野村にとって試練の一戦、スラマとのシングルマッチが決定。さらに AJ レンジャーとアックスボンバーズの戦いが再び。そして特別レフェリーミオが裁く寿司トマト VS マガツキの一戦など、ここでしか見ることのできないカードが盛りだくさん。次期シリーズ2016サマーエクスプロージョンの大会日程はこちら。6日新潟大会で開幕、最終戦は27日名古屋大会、 8.11 長野上田大会、宮原ジェイク高尾 VS 諏訪間青木佐藤の一戦が決定。その他にも大森とスーパータイガーの一騎打ちなど、注目の対戦カードがラインナップ。 8.13 埼玉上尾大会、ザ・ビッグガンズ VS 蔡不動の一戦をはじめ、秋山中島 VS 大森田村のタッグマッチなど、ご覧の対戦が決定。 8.20 兵庫神戸大会、秋山と大地がタッグを結成、岡林、関本組と激突。注目の一騎打ち、諏訪間 VS ゼウスが実現。さらに宮原、ジェイク、石川 VS 蔡、高岩、不動の6人タッグマッチ。その他にも青木、佐藤とパロマ、内田の一戦など、豪華対戦カードがラインナップ。そして神戸大会前日の19日には、神戸シーバスファンタジー号戦場パーティーの開催が決定。詳細は後日ホームページなどで発表します。 8.21 大阪大会、ランズエンドとの合同興行が実現。秋山と蔡がタッグを結成、宮原石川組と激突、ノーフィアーが復活、諏訪間不動組を迎え撃つ。その他にもゼウス・ボディガー VS 田中将人・野村直也など、ここでしか見ることのできない豪華な対戦が実現。シリーズ最終戦 8.27 名古屋大会では、三冠ヘビー級選手権の開催が決定。 8.31 新木場大会、 AJ フェニックスボリューム4、ジェイク・リーと上谷秀吉がシングルマッチで激突、野村青柳と武藤菊田による注目タッグマッチが実現。その他の対戦カードはご覧の通り。今回も熱く激しい戦いになること間違いなし。9月には王道トーナメントの開催が決定。4日品川プリンスホテルにて開幕戦、2回戦は17日横浜ラジアントホール大会、準決勝決勝戦は19日後楽園ホール大会にて行われることに。そして11月27日には両国国技館大会の開催が決定。全日本プロレスの今が詰まった両国大会、ぜひ会場に足をお運びください。 7.20 後楽園ホール大会で開催するスーパー J カップ2016に、全日本プロレスを代表して青柳悠馬が参戦。くせ者を相手に勝利を奪うことができるのか。 7.24 大日本プロレス両国大会にて、小高勇宮本優子が保持するアジアタッグ王座に、
青木敦佐藤光の挑戦が決定。 8.11 レッスル1横浜文化体育館大会、秋山、野村、大八木が参戦。絶対に負けられない戦いはどんな結末を迎えるのか、ご期待ください。